安田義達3月1日から1943年1月2日は日本の海軍軍人。大谷と共に海軍を代表する陸戦の権威として知られた人物で太平洋戦争において戦死後2階級特別進級した海軍中将である。広島県府中市出身、広島高等市藩附属中学を経て1918年海軍兵。 学校第46期を卒業。赤字は124名中66番。同期生の山本千香は安田の人柄を豪気活達、付き合いすべき交換としている。2.26事件に出動した海軍陸戦部隊。安田は参謀として参加。法術学校高等科学生を修了し、比叡道の区の各分隊長を歴任。 ついで、砲術学校専攻科学生となり、陸軍風評学校に派遣された。砲術学校専攻科学生は、数年に一人という存在で、この過程を経た、陸戦専門家は1942年で7名、のみである。安田は、その再選任者であった。1930年12月1日、海軍秘書祭級。中佐時代にかけて、 約6年にわたる、法術学校教官のほか上海特別陸、戦隊参謀クレ・チンジュフ第一陸戦隊司令として、第二次上海事変を戦い、第一連合特別陸戦隊参謀となるなど、海軍部内の陸戦の権利であった。また、トネ副長を務めている。2.26事件においては、海軍小警備のため、横須賀チンジュフから派遣された、 陸戦隊の参謀となり、事件当日のうちに、東京に上陸している。九百四十年十一月十五日、海軍大佐へ進級。この頃は、安田陸軍大佐の異名があった。陸戦と陸上対空射撃の教育を行う、立山砲術学校の設立に伴い教頭として、赴任。同行には、日本海軍発の陸戦戦修高等か、 普通科過程が設けられた。ついで、横須賀鎮守府第五特別陸戦隊司令に就任し、太平洋戦争海戦を迎えた。横ごとクリックは、大谷指揮下で、ミッドウェイ上陸部隊に当てられたが、ミッドウェイ海戦の敗北により、グアム島へ帰還。その後ガダルカナル、キスカなどに分属された状態となり、安田は、ニューギニア東部のブナの守備に当たる。 横ごとく292名、佐世保鎮守府第5特別陸戦隊110名、第14接遇隊399名の指揮を、取ったがそのうち軍人は482名、8センチ、広角砲2門、2連装25ミリ機銃1機、速射砲3門、13ミリ機銃3丁等の装備という弱体なものであり、補給も、ままならない状態であった。 1942年11月16日、アイケルバーガー中将を指揮官とする、米豪連合軍の上陸が始まると安田は、季節の本部施設を捨て、敵上陸地点近くに本部を設ける。この安田の処置は、部隊の士気を高めた。陸軍不評第144連隊長、山本重将大佐、山本常一公平正皿と協力し、 約50日にわたって、連合軍に抗戦。その最後は、突撃によるとも、敵兵を目の前にした自決ともされる。部隊は、命令により脱出した副官を除きほぼ全滅となった。ブナでの戦闘は、米国交換戦士に、世界第一の猛導と記述されている。安田が残した遺書は分厚いもので、連合軍の攻撃方法、修正、 それに対する対策が記された、戦術教本の趣きがあり、陸軍からも評価された。毎日新聞は勇敢に、安田中上殿を連載し、安田陸戦隊司令と題されて、戦争末期に刊行された。筆者は、海軍食卓、吉川栄治である。ありがとうございます。